インドの歴史を続けていきたいと思います。インダス文明からですね、インダス文明が衰退した後、アーリア人がインドに入ってきてですね、そして、ベーダ時代、小国分立、仏教が起こったりね、ジャイナ教が起こったりするわけですね。そして、マウリヤ朝、クシャーナ朝とね、この二つの王朝は、アショーカ王にしろ、カニシカ王にしろ、もう仏教を保護してね、そして、ガンダーラ美術と言われる仏教美術がね、栄えたわけですね。今回ご紹介するのは、こちらに書いてあるクプタ朝、そして、バルダナ朝ですね。はい、この2つの王朝は、このマウリヤ朝、クシャーナ朝が仏教を主に信仰していた王朝であるのに対して、このクプタ朝とバルダナ朝はヒンドゥー教を主に信仰した王朝です。仏教時代からインドはヒンドゥー教時代になるということです。さて、じゃあこのクプタ朝バルダナ朝をね、順に紹介していきたいと思います。まずはクプタ朝です。はい、いつものようにね、地図を使って表現していきましょう。クプタ朝、こんな王朝ですね。いきます。このインダス川からガンジス川にかけてこういう感じ。そして、海岸線はこう沿ってちょっと下に行くんですけれども、こういうような感じですね。グプタ朝です。ですので、まあ形としては横、東西に長い、そういうような形をですね、このグプタ朝は取っているわけですね。さあ、都はどこかというと、都はパータリプトラというところです。どっかでね、聞いたことがありますね。そうですね、このパータリプトラというのは、このマウリヤ朝と同じ都ですので、ガンジスのほとりのね、この辺になりますかね。パータリプトラということになります。さあ、そしたらですね、なんでこの王朝グプタ朝というかですね、いきます。国を建てた人が、その名前がですね、チャンドラグプタ一世と言います。マウリヤ朝を建てた人物もチャンドラグプタと言いますので、なんかね、グプタ朝とマウリヤ朝共通点がいろいろあるんですけれども、そのチャンドラグプタ一世、これが建国者ですね。そして最盛期の人物、これが誰かというと、最盛期というとこのチャンドラグプタ2世ということになります。だから、そのチャンドラグプタ1世、チャンドラグプタ2世、グプタさんたちの王朝ということで、グプタ朝と名前がついているわけです。このチャンドラグプタ2世ね、この最盛期を担った王様なんですけれども、この時にですね、中国からある人物がやってきます。中国はその時東晋という国でしたので、この東晋のお坊さんですね、方に現れると書いて法権が訪れます。何のために訪れたかというと、この法権さんですね、はい、仏教を学びにこのチャンドラグプタ2世時代のグプタ朝にやってきたわけですね。さっきね、先生と、グプタ朝はヒンドゥー教って言ったじゃないかっていうことなんですけれども、この仏教は、この
グプタ朝の時は、まあ、否定はされてないわけですね。一定の保護を受けつつ、ヒンドゥー教が広まったということですので、まあ、未だにね、グプタ朝の時代も、その、仏教といえばインドだろうね、学びに行くとしたらインドだろうね、はるばる中国からインドに学びにやってきた。これが、法華なんですよね。ただ、状況的には、ヒンドゥー教がどんどん広まったっていう時代ですので、そのことも書いていきたいと思います。はい。ヒンドゥー教が、いよいよ定着していったわけですね。まあ、昔のね、ベーダ時代のベーダや、バラモン教なんかを基礎に、まあ、いろんな信仰がね、民間の雑多の信仰が混じってできた宗教で、今もね、インドの人といえばですね、メインで信仰している宗教は、まあ、ヒンドゥー教ということになるんですけれども、ヒンドゥー教ですね、神様の名前ね、一つぐらい覚えておきましょう。シバ神ですね。破壊と、その破壊の中から、新しい世の中を創造する、破壊と創造を司る神様、シバ神。そして、ビシュヌという神様ですね。こういった神様を信仰する、はい、多神教ですね。シバ神、ビシュヌ神など、あるいは、その、ベーダの時代からですね、バラモン教の時代から、この山の神様があったり、海の神様があったり、牛の神様があったり、牛乳の神様があったり、何の神様があったり、缶の神様があったりっていうふうに、雑多な信仰を取り込んで、それもヒンドゥー教の神であると。見方によってはそれもヒンドゥー教の神であると。例えばヒンドゥー教に言わせると、究極的にはですね、キリスト教の、まあ、イエスさん。それも見方によってはヒンドゥー教の神の一員であるとか、ね、仏教の中の仏様、それもヒンドゥー教の神様が形を変えたものだと。イスラム教の、ね、神様だってね、ヒンドゥー教の神様が姿を変えたものだという、まあ、とにかく雑多な信仰を取り込んで、民間信仰であるとかね、他の外来の信仰も取り込んで、その、ザ・多神教という形をね、形作っているというような感じです。これが人々の、まあ、生活ですね。生活様式や、インド世界の独自性の土台になっているということですね。このザ・多神教というような、まあ、柔軟に様々な要素を取り込んでいくというようなところが、まあ、その、一筋縄ではいかないね、インドの人々の気質であるとか、インドのその多様性、多面性を、こう、形作っていると。特にですね、これがですね、カースト制度。と共に深く根付いているね、インド独特のその身分制っていうことと深く結びついて、それぞれのカーストにそれぞれの神様がいたりするので、なかなかその信仰を変えない限りはカースト制も変わっていかないというところがあって、まあそのインドの身分制度っていうのが、まあインドの社会の風通しを悪くしているという一面があるので、なかなかこのあたりはね、ちょっと根深いものがあるんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、仏教の話して、ヒンドゥー教の話して、また仏教の話に戻るんですけれども、このグプタ朝ですね、仏教にも、まあ、一定の保護を与えているわけですね。
そこで、建設されたのがナーランダー総院。ちょっと独特な響きを持ってる名前ですね。総院ですから、あ、お坊さんの学校ですね。はい、の建設をしました。あ、これが仏教の教義研究の中心となるわけですね。さあ、まあ、そのように、まあ、ヒンドゥー教が広まりつつも仏教の存在も認めているというのがこのグプタ朝の特徴になるわけです。で、グプタ朝といえばですね、こういう宗教政策もさることながら、文化が非常に大事なんですね。インドの古典文化、今までのインドの文化の、まあ、集大成、古代インドの文化の集大成のような形で、ここで、グプタ文化と言われる文化が花開くわけですね。例えば、このヒンドゥー教徒としての生き方、あり方であるマヌホーテンですね。はい、ヒンドゥー教に基づくインド人の生活規範になっているこのマヌホーテンというのが成立をします。そして、文学の世界ではサンスクリット文学ですね。はい、インドの言語であった、古代のインドの言語であったサンスクリット語、サンスクリット文字というのがあって、そのサンスクリット文字を使用して、書かれた文学、サンスクリット文学というのがあるんですけれども、その中で、二大叙事詩、の完成ですね。タイトルは、マハーバーラタ。あるいは、ラーマーギャナ。っていうようなね、作品が生まれてます。このマハーバーラとかね、ラーマーギャナっていうのは、とにかく長い、ね、大作であることは間違いないわけですね。ザ・大作なんですね。マハーバーラタね、まあ、メインのストーリーは単純なもので、7人のね、王子様がいる、まあ、7人王子国みたいな国と、100人王子がいるね、結構多いですね。100人王子国みたいなのが戦うという設定なんですけれども、とにかく、このマハーバーラタの中に、その、民間の説話であるとか、今まで、完成された小説であるとか、まあそういうようなこう話がいろいろ含まれているわけですね。いろんなメインのストーリーの中に、様々なその民間の伝承であるとか、説話であるとか、まあ神話であるとかが、こう
ポンポンポンと挿入されているわけですね。だから あるところでやいやいとね、私のね先祖のことを話してやろうみたいな感じでね、言うわけですね。そして、このここで、例えば説話が一つ語られて、それが小説一冊分ぐらいあって、というわけだ、わかったか、というような感じでね、もうなんか最初のストーリーあまり覚えてないわけですね。で、またこういうわけですね。やいやい俺の親父の話をしてやろうね、なんかそういうこう偉い親父の話をするときにですね、まあ、ここになんかその小説一冊分ぐらいのボリュームがある話をして、ということだ分かったかっていうことで、ここに伝承とか説話とか神話とかが織り交ぜてあるので、まあ、非常な対策になるというような感じです。はい、そうしてですね、続いて人名を出しましょう。カーリダーサという人の、戯曲ですね。戯曲ですので、お芝居の台本ということですね。三谷幸喜なんかがね、いろいろ書くやつですね。この戯曲、シャクンタラーというね、そういう作品があります。とってもね、素晴らしい戯曲を書いたので、ヨーロッパにも翻訳されて紹介をされたりしてですね、インドの、これはシェイクスピアにも匹敵する素晴らしい作品だということで、インドのシェイクスピアとも別名呼ばれるのがこのカーリダーサです。そして、天文学とかですね、数学ですね、この辺りで、地震法ですね、あの10進むと桁が1つ上がるっていうやつですね、今うちの下の子供がですね、小学校1年でね、この地震法なんかにね、直面しているところなんですけれども、これがグプタ朝で生まれた案ではないかと言われているわけですね。そして、ゼロ法の概念ですね。これは大切なので色字で書きましょう。ゼロの概念がここでできたと。なのでこの実心法とゼロの概念というのは関連があるわけですね。だから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って書いたときに、例えば、10とか20とか書いた場合、この0っていうのは何ですかっていう位取りの0ですよね。本当は20っていう数があるのに0という数字を用いて位を取るっていうことですね。そういうこの0っていうのの使い方に、まあ、目覚めていく、これがグプタ朝のね、重要なところですね。はい、そして、最後ですね、建築ではグプタ様式、という建築のあり方ですね。仏教建築、仏教美術ですね。はい、特に重要なのがアジャンタとか、エローラ、の石窟寺院が、このグプタ様式の代表的なお寺です。石窟寺院と言いますから、例えば、まあ岩盤、岩があって、岩をこう掘り抜いて、巨大な建築を作るわけですね。ここの岩をこう削って、そして、ね、中にこう人が入れるようになって、仏像なんかも同じ岩から削り出してるというね、非常にいい、その、まあ、壮大な建築を岩からね掘り抜いて作るっていうのが特徴なわけですね。このアジャンタ、エローラ、石窟寺院、どちらもね世界遺産なんですけれども、どういった場所にあるかと言いますと、
このグッタ町、ちょっとニョロッとここにね、よく資料集の地図なんかには、こうニョロってここにあるんですけれども、その、この辺やこの辺にアジャンタ、エローラの石窟寺院があります。ちょっとこのグプタ町の範囲から外れているので、すが、影響を受けて、建てられたということですので、グプタ町の代表的な様式ですね。地図に出る、問題に出るっていうのはちょっとマニアックなんですけれども、一応場所をね、押さえておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、バルバラ町のお話をしていきたいと思います。バルダナ朝は、古代インド、古代の範疇に属する古代インドの4王朝ですね。マウリヤ、クシャーラ、グプタ、バルダナの4つの王朝のうち、ラストの王朝になります。その領域なんですけれども、この辺がバルダナ朝ですね。言っておきましょうかね。こうやって、こう言って、こう言って、で、こんな感じですね。インドの王朝としては、ちょっとこっちに寄ってるような感じですね。だから、グプタ朝が横長だったら、バルダナ朝は、ちょい右というような感じが、します。このバルダナ朝なんですけれども、カテゴリーとしては古代インドに属する四王朝、マウリヤ、クシャーラ、グプタ、バルダナの最後の統一国家ということになります。ただし、統一国家とはいえ、インドのね、この辺り、ガンジス川流域主にの王朝であると。そしてね、インダス川であるとか、中南部っていうのはエリアには含まれないから、統一国家とね、100% 言い切れない部分はあるんですけれども、その四王朝のラストだということで押さえておけばいいんじゃないかなと思います。そしてこのバルダナ朝、王様は誰かというと、バルダナ朝なので、バルダナさんなんですね。名前はハルシャ。ね。名字にあたる部分がバルダナ。このバルダナ朝、ハルシャ・バルダナさんが建国し、そしてハルシャ・バルダナさんが死んだらもうグダグダになってしまうので、基本的にはこのハルシャ・バルダナさん、一人で、建てた。そして、ハルシャ・バルダナの死とともに終わった王朝と言ってもいいんじゃないかなと思います。さあ、この時に、基本的には、さっきのね、グプタ朝と同じく、民間レベルでは、盛んにヒンドゥー教が信仰されるんですけれども、仏教を勉強しに中国人はやってくるわけですね。その人が誰かというと、中国。これが、のお坊さんである、玄奘さん。玄奘ですね。が、このバルダナ朝にやってきます。何のためにというとですね、この玄奘さんは、ニックネームがありまして、そのニックネームが、仏教を深くね、頭に収めているということで、三蔵っていう風なニックネームが与えられます。そうですね、この三蔵法師のことなんですけれども、三蔵法師何のためにね、インドに来たかというと、仏教を学ぶためですので、これも法華と同じように、仏教を学びにやってきたわけです。
で、前のグプタ朝の時に仏教を勉強するならここですよっていうのがもうすでにできているので、これはですね、そのグプタ朝にいて建てられたナーランダー僧院。ここで、仏教を研究したよということです。はい。で、今申し上げたように、このグプタ朝、ハルシャ・バルナラさん一人で持っていた王朝のようなものですので、死後は、国内分裂。そして、急速に衰退をしてしまうということです。さあ、この後、バルダナ朝の後、以後ですね。このインドにやってきた、インドに入ってきたものは何かというと、しばらくね、このバルダナ朝の後、インドは分裂時代に突入するんですけれども、その後に建てられた、その後インドをまとめていくのは、イスラム教徒の動きということになります。さて、じゃあですね、ちょっとここまでの話をまとめたいと思います。インドのね、古代インドの四王朝がありますよね。それは何かというと、マウリア。クシャーナ、グプタ、バルダナという古代インド四王朝なんですけれども、それを地図で書くとこうなりますよね。はい、マウリヤ朝っていうのはどんな王朝ですかというと、マウリヤ朝はとにかくサイズとしてはこの四王朝の中で、最も大きいサイズですね。だからマウリヤ朝は大きい、ビッグサイズ、大というふうに書いておきましょう。クシャーナ朝はどんな王朝かっていうと、これが、北、上の方にあるっていうことなので、まあ上と書いておきましょう。わかりやすくね。上にこう張り出しているから、そこにね、まあシルクロード一本通してですね、ここで、ガンダーラ美術がね、栄えるガンダーラ地方ということになります。そして、このクシャーナ朝と並行して、その下に飛び込んでくるね、インド中南部に飛び込んできたのが、このサータバーハナ朝ですね。だからこれは、下というふうに書いておきましょう。そして、グプタ朝です。グプタ朝は先ほどこうね、横っていうふうに、捉えていいですよということなので、横と書いておきましょう。そして最後、バルダナ朝ですね。バルダナ朝は、グプタ朝の、この、右半分を取ったような形なので、バルダナ朝は、右というふうに書いておくといいんじゃないかなというふうに思います。ね、マウリヤ朝、色を合わせましょうか。マウリヤ朝は大きい。そしてクシャーナ朝は上。サータバーハナ朝はその空きスペース。そしてグプタ朝は横。バルナナ朝は右。大きい、上、横、右っていうふうに押さえておくと、割とね、これ地図問題とかよく出てくるので、有効だと思います。さあ、今回はここまでです。次回はバルダナ朝が滅んだ後のインド世界を見ていきたいと思います。今回はここまでです。